夏らしいこと。ねえ。あれ？パチュリー様キッチンにいたんですね。ええ、なんか夏らしいことできないかしらと思って。なんと、珍しいですね。前にコアが言ってたじゃない。図書館は涼しくて快適だけど、夏っぽいことを何かしらしたいです。って。パチュリー様、私のために。それで、ドーナツ型を発見したから浮き輪寿司でも作ろうかと思ってね。え、何ですか？それ。でも、確かに浮き輪は夏らしいアイテムですね。ただ、一つ問題があって。作るにはお刺身の種類がいろいろ必要になるのと、酢飯も作らなきゃで食材揃えが地味に大変なのよね。あ、いいこと思いついた。そこは私にお任せください。ちょっと買い物に行ってきますねー。あ、ちょ、こわ。外行くなら冷却魔法かけるから待ちなさい。はい、購入してきた材料はこちら。これは何？寿司です。もうこのまま食べましょう。夏らしさどこ行ったんですか？はいはい、わかったわ、やればいいのね。お願いします。まずは小皿を取り出し、そこに醤油を入れます。次は好きなネタを選んで醤油をつけたら、箸で口の方へ運び。パチュリー様。ごめんごめん、3割冗談よ。割と本気ですね。はい、じゃあお寿司は一旦置いといて、きゅうりの準備から始めていくわね。やっとお料理チャンネルっぽくなって安心しました。そんな量は必要じゃないから半分だけ使いましょうか。箸だけ落としたら、あとはピーラーを使ってスライスしていくわ。皮むきですか？いいえ。今回はキュウリそのものを薄くスライスしていくのよ。歯に気をつけながら、力を均等に加えて引くといいわよ。よく切れるピーラーだとスーって音が気持ちいいですよね。あ、一応このキュウリも簡単に塩もみしておこうかしら。洗い流したのはキッチンペーパーで水気を取っておきますね。じゃ、いよいよドーナツ型の出番ね。お寿司の出番ですね。好きなネタをこうやって並べていくのだけど。ちょっと大きかったわね。少しカットしてからの方が良さそうですね。その方が良さそうね。じゃあ隣にはキュウリを並べてみましょうか。こんな感じで斜めに数枚重ねると、綺麗な仕上がりになるわよ。反対側を想像して配置するの、大変ですね。そうね、色のバランスも考えなきゃだしね。とりあえず、なるべく同じ色が重ならないようには意識してるわ。なるほど。すごま？香りも良いし、締め色にもなるかなって。ほら、次はコアが作ってみなさい。まずはマグロにします。そしたら、その隣に白色のイカさんを置いて、またマグロ、イカ、と繰り返して、赤白の浮きはイメージにします。ただ、パチュリー様に習って、メリハリに数の子も入れていきます。だいぶはっきりした色で目立つわね。それじゃあ最後に、差し色としてキュウリを添えてあげたら、私のデザインは完成です。あ、次は私炙りサーモンが食べたいです。じゃあ2枚重ねちゃいましょう。あれ、次はまたマグロですか？赤は入るからね。へへー、それほどでも。確かにあなたも赤色メインだったわ。あ、そうだ。ここに黄色入れてみたらどうです？あら、卵焼きを薄めに切ったのね。ナイスアイデアだわ。じゃあ最後に、これも黒でビシッと締めて。とりあえずこんなもんでどうかしら？なんか海鮮丼みたいで可愛い感じがします。そしてお寿司を使ったおかげでこんなメリットも。はい、あーん。はわなはったよ。はいもはましふひゆことなく綺麗に出せられます。食べてから話しなさい。次はここに酢飯を乗せていくのだけど、これまたお寿司だと随分楽ね。本当にナイスアイデアだわ。へへ、針は方法合います。いや、あなたいつまでつまみ食いしてるのよ。うん、お米を鳴らしてるんですか？綺麗な形が作れるように軽く押しているのよ。それができたらお次はお皿に返していくのだけど、私やりたいです。お好み焼きと同じ要領でやれば良いんですよね。任せてくださいよ。いや、ビビりすぎじゃない？いや、やるときはやりますよ、いきますよ。せーの。どうでしょう、うまくいってますように。おお。かわいい、浮き輪になってます。綺麗に形が取れてよかったわ。じゃあ、最後のコールいくわよ。せーの。見てみて楽しい夏のお料理。浮き輪寿司の完成です。さて、作ったまではいいものの。どう食べようかしら。お箸、だとボロボロになりそうですね。じゃあスプーンを使いましょう。わさび醤油を少し上からかけて。こわ、お先にどうぞ。いいんですか？そしたらここのマグロとイカコンビから、浮き輪寿司、いただきます。寿司。そらそうね。具体的に言うとスーパーに並んでるお寿司の味。具体的に言わなくていい。でも普通に美味しいですよ。あとイカとマグロのコンビがいい。じゃあ私はプチプチとイカのコンビを。あら、本当ね。普通に食べるお寿司と違って組み合わせを楽しめるのがいいわ。私はこれにマヨを追加してみようと思います。
うん、美味しい。普通のお寿司よりもトッピングとかアレンジを楽しみやすい感じがしますね。さあ、パチュリー様のおかげで夏気分を味わうことができました。ありがとうございます。満足してくれたならよかったわ。その、夏気分のついでと言ってはなんですが。パチュリー様、この水着を着てみてください。絶対に嫌。